今になってなぜ。わからんが、深追いはしない方がいい。しかし、一人なりと捉えて情報を聞き出すべきではないですか。そんな甘い連中じゃない。それよりこっちだ。そんな、どうも流れ弾に当たったみたいだな。さよ。喋るな。まずいな。軽くでもいい治癒術とかは使えないか。巫舞屋の技には、私の使える術には癒しの術がないんです。ただ壊し、殺し、打ち砕く術しか私は知らない。さよ、さ僕ごめんなさい。喋るな。仕方ない、病院しかないな。道案内してくれ。はい、こちらです。これから手術だそうだ。レイさんは大丈夫なのでしょうか。医者は楽観はできないと言ってる。しかも手術できる医者が来るまで時間がかかりすぎた。傷はともかく血がな。私のせいです。私がもっと気を配っていれば。バカなことは言うな。君がいなければそもそも助からなかったんだ。でも私がいなければレイさんはこんなことに巻き込まれなかった。そうでしょう。間違えちゃいけない。悪いのはあいつらだ。君も被害者なんだぞ。そう簡単には割り切れません。私は巫舞屋の巫女。本来こんな場所にいるはずのない身。その私がこの属性にいるからレイさんは傷ついてしまった。そう思えてならないのです。どうやら呪詛について医者に説明してこなきゃならないみたいだ。とりあえず言ってくれよ。だけどいいかい、これだけは忘れちゃダメだ。君が悪いのでもないし、君はこの件の原因でも何でもない。元気を出すんだ、あの少年のためにも。謝ってたろう、彼。その思い無駄にしちゃいけない。じゃ、行ってくる。私は一体なんで私は助けられなかったの。どうして私は。そうだ、そんなことは分かっている。私が兵器だからだ。だけど私は自ら兵器であることをやめてしまった。人間でありたいと望んでしまった。
でもそれは間違いだったのだろうか。破壊し殺すしかできない私、守ることも癒すこともできない私、私は兵器のままだ。同じ力があっても月子さんのように属性に溶け込むことなどできない。滑稽だ。今の私はなんて滑稽なんだろう。結局兵器が人間のふりをしていた、それだけのこと。すべての心を捨てて、そう、捨ててしまえば。どうしたのだ。お前が実体を得ているだなんて。日が陰れば影は色濃さを増すのが道理。紺が白を無視するならば、見えぬ間に影は増大する。やめなさい。なぜお前は私を受け入れない。私もお前だ。私を捨ててお前があると思うのか。私は兵器ではありません。人間です。たとえ兵器として生まれても人として生きます。兵器としてしか生きてこなかったお前がなぜ人になれる。なぜ人として生きられる。なれはしない。苦しむだけ。私こそお前の姿なのだから。私はそれでも人として生きたい。私を人と見る人がいる限り。小太郎さん。小太郎さん。なくしたくない。忘れたくない。この思い、この思いだけは。この思いが私なのだから。確かめよう、自分が何者なのかを。この思いさえあれば私は私でいられる。なら確かめよう、それ以外自分に何があるのかを。あの地で おい、こっちだ。もうすぐ月の昇る黒煙です。この周辺で間違いはないか。司令の指示なさったポイント、ここです。間違いありません。よし、各位、ウォードレスの遮蔽を確認しろ。連れ去らされると大変なことになるぞ。了解、遮蔽確認。遮蔽確認始まったぞ。力場を展開しろ。はい、捕獲力場展開します。これか、普段の宝石とやらは。この黒い煙が全て怨念なのですか。ああ、この中にはこの一連の作戦で殉職した我が部隊の者の魂も含まれている。この宝石を作り出すには我がセプテントリオンの犠牲者も必要不可欠だったらしい。尊い犠牲さ、無駄にはしないよ。
司令、あちらの作戦の方はもうよろしいので。おかげで常守備さ。とはいえここには声しか送れないが、こちらの方は。理論値ですと、そろそろ結晶化を開始するはずです。上場というところか。七夕をキーワードとする噂の力、月を待つ人々の祈り、それら全てが月の出のこの時にこの美しい宝石を生み出す起因となる。月と夜の力を持つこの宝石のね。予定通り、それは安定後保管庫へ運べ。早速使用することになるだろう。了解しました。全ては予定通りに。指令が動けたなら力場装置など必要ないんだろうな。虚無の使い手ボイドゼロだもんな。俺たちみたいな装備は必要ないだろう。そこ、いくら確実な任務とはいえ気を抜くな。はい。はいとまごいをせず戻るわけにはいきません。でも何と言われるだろうか、あの人に。扉の向こうにずっと気配があるかと思えば、何をやってるの、大ボケメイド。フミコさん、見ればわかるでしょ。私はあなたに質問してるのよ。さっさとお答えなさい。長々お世話になりました。思うところあってお暇乞いをいたします。本気みたいね。光太郎に袖にされたの。袖にされたわけではありません。最初から相手にされていなかった、それだけのことです。なるほどね。そんなことじゃないかと思ったけど、相変わらず誘導尋問に弱いのね、ミブヤの魔導兵器というのは。また私を騙して。騙される方が悪いのよ。まあ確かにその察しの悪さ。それじゃ光太郎とは釣り合わないでしょうね。はい、あの人には呪われた魔導兵器の好みなどふさわしくないのだと実感いたしました。だから故郷に逃げ戻るというの。もうちょっと骨のある相手だと思ってたけど、拍子抜けだわ。もう光太郎さんに合わせる顔がないのです。ですからこちらをお渡しいただけますか。置き手紙？いいわ、預かっておきましょう。ありがとうございます。お世話になりました。さようなら、負け犬さん。
引き止めてもらえると思ったら大間違いよ。さようなら、ふみこさん。光太郎さんのこと、よろしくお願いします。拍子抜けね。自分の手に転がり込んできたような勝利なんて、恵んでもらったようで気分が悪いわ。それにしてもあのバカガキは、どこで何をしてるのかしら。ミュンヒハウゼン？はい、お嬢様。光太郎を探しておいてちょうだい。このことを伝えるのよ。よろしいのですか？まだ、サヨにつぎ込んだ分の教育費を取り返していないでしょ。大ボケメイドが割ったカップの数は16脚にございます。その分は働いてもらわないとね。光太郎に迎えに行かせるのは罰の一つよ。あの娘にはその方が答えるんじゃないかしら。かしこまりました。お嬢様。どうしたの、ミュンヒハウゼン。何があったのか報告なさい。申し訳ございません、お嬢様。どうやら広域にジャミングが展開されているようです。ジャミング？はい、この世界のものではありません。また、ランダムでスクランブルがかかっており、波形の特定が困難です。手落ちね。代替わり直後の隙を突かれたか。面目ございません。私を相手に、いい度胸だ、セプテントリオン。ミュンヒハウゼン、作戦を変更。まず巫女の方を捕捉なさい。バカガキは私の方で何とかするわ。は、かしこまりました。なんだって。光太郎、机を叩くのはやめろ。でもおっさん、苛立つより先にやることがあるだろ。そうね、私もそう思うわ。俺は何も分かってなかったのか。ちゃんと気にかけてるつもりだったのに。それを確かめるためにも行ってこい。それくらいしても罰は当たらんくらい、勇気城には助けられてるはずだろう。いいのか。状況が状況だ。何かあったら勇気城にも手伝ってもらう必要がある。今のうちに手は確保しておきたい。おっさん、すまねえ。じゃあ俺行ってくる。さて、続きを聞こうか。勘がいいわね、探偵。そりゃ、商売柄ね。単刀直入に言うわ。セプテントリオンが妨害工作を仕掛けてる。わざわざ私がここまで来た理由よ。ついさっきまで光太郎の位置の特定すらできなかった。俺の携帯は奴にかかったぞ。どういう選択性があるのかは分からないわ。ミュンヒハウゼンは今も光太郎を捕捉できない状態よ。